はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。ちょっと声やっぱおかしいかな。うん、はい、今日はこちらですね。うん。妖術発動。伊勢よい中衛門の小槌です。はい、ようやく我が家にも届きましたね。はい。まあね、これまだ段ボールなので開けていきまい。はい。開けていきましょう。はい。おなんかすごそう。おお。なんかね、玉手箱みたいな箱に入ってるね。ほんとだ。ねえ、うん、なんかいいね。うん、はい、じゃあこれも開けていきましょうか。はい。おお、すごいね。すごいな。なんか金キラだけど。ほんとだ。取り出してみてくださいよ。はい。おお、すごいすごい。すごい。5トン用手裏剣。はい。うん、はい、こちらが伊勢よい中衛門の小槌だね。はい、結構キンキラだね。そうだね、すごい。じゃあここのフィルム取っちゃおうか。うん。ああ、これ鈴だと思った。鈴じゃないのね。うん、残念。カラカラって音はないね。そうだね、この部分にトリガーがあるね。うん、そしてこれが5トン用手裏剣だね。そうだね、後ろに絶縁シートがあるので、はい、取りましょう。はい、はい、じゃあこれで鳴らしてみよう。はい。私は希望に玄月様が故障、伊勢よい中衛門と申しまする。おお、いいね、ちゃんと中衛門喋ってる。もう一回押すと、じゃあね、忍忍者先輩たちも成敗バイ。こんなこと言ったか。これをこっちに回す。あ、いい、いった。そして後ろのボタン、妖術肥大反則の術。出た出た、これだ。うん、そしてこれ何の音？足音？違うよ、あ、でっかくなって。左伴奏の術の効果音だって。ああ、どんどんでかくなってる時の音だ。あ、へ、うん、じゃあ次はウにしてみようか。はい。言いそう。うん。難儀なお方だ。じゃあ、はい。よく働いてくれるじゃないか。また会えるのを楽しみにしているぞ、忍忍者。うん。うん、おか、次は。怖いよ、これ。怖い。やるじゃないか、ラスト忍者の孫たち。おお。そんなこと言わない、絶対言わない。ドローンなんて。最後が「あ」に戻る。ちょうどさ、パパの今の声みたいだよね。あ、本当だ。いい、ういお、変だな。あとは長押し音声だね。うん、あるみたいだね。お、あれ、ずっと長押しするんじゃないこれ。そっか。お、これは鈴のね。ああ。ね、30秒後に止まるんだって。きついな。この長押しは9回に1回シークレット音声が流れるんだって。うん、ちょっと頑張ってみようか。7回目。7回目。8回目。さあ、次、鳴るのか？ 8 回目。これかだけか、これか。ああ、キュウエモンでございまするって言っただけか。うん、びっくりした、なんかドキドキしちゃったよ。次は小槌にセットした時の音だね。そうだね、はい、やってみて。はい、あでセットします。あ、特に何年だ。うん、でトイガを引くと、さあ今強く押したから。私は希望に玄月様が故障、ああ、もう同じなんだね。ああ、この手裏剣の音とセットした時の音は同じなんだ。うん、じゃあうちらがよく使うのはこれでしょう。いいの。これだよね。絶対絶対みんなこれで遊ぶと思うの。そうだね。うん、外す時は、うん、ここのボタンを押しながら
外すね。あ、そうだね。あ、外す時の音声もならないんだね。ほんとだ。ちょっと残念だな。やっぱり、うん、じゃあせっかくだからさ、ちょっと A ちゃんをこうやって大きくしてみるよ。うん、じゃあいくよ。妖術、肥大反則の術。キュー、ちょっとボブなんとかしてよ。どうしよう、どうしよう。よかった。はい、ということで今回はプレミアムバンダイから到着したイザヨイキュウエモンの小槌でした。妖術、肥大反則の術。はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。はい、まだパパの声が、完全ではなくてですね、皆さんにご迷惑というかお聞き苦しい形になってしまいましたが、すみません。はい、うん、もうちょっとだと思うんだけどね、なかなか治んないね。うん、うん、ということで今日の動画がですね、もしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね。はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、なんか泣いてるみたいな声になっちゃった。私どうしよう。コメントももらえると嬉しいわ。はい、ということで今回は以上で、バイバイ。バイバイ。